はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今回のイベントはですね、確かにニャー KB をゲットすると非常にねイベントを有利に進めれる、それは確かなんだけど、それ以外のキャラ、例えばですね、僕はパーリーコウモリゲットしました。あとね、何気なくガチャに入っているダンドリー、このあたりもですね実は非常に使える。そしてワイポイント交換でゲットできる時間ライダー、これもですね恐ろしく使えるんですよ。今日はですねそのあたりを使ってイベントの攻略やっていきます。内容的にはね、まあ初心者向けのね内容でいきたいなと思います。ちょっと一回ガチャ引いてみようか。ここでニア KB 来たら笑うよね。アオビスカイ、おっとマンマミーラー。まあニア KB はねこの後超アップも来るからまだまだ大丈夫です。でこのパーリーコウモリなんだけど、まあご褒美の間でねダメージアップダウンもちろんあります。これも強力、後ほどやりますけども、それ以外にねこのイベントマップの全ての敵へのダメージアップ、これが半端ないんですよ。もうダブルゼータよりねはるかに強い。今ね技レベル3なんだけどむちゃむちゃ強いです。でこのダンドリーね、超攻撃力アップ、これもねかなり使える。ゲットした方は非常に使っていくとねいいかと思います。で今回は同時にね超バフ、まあ毒灼光とかねデアファルコン使うんだけど、まあ、持っていない方は普通のね攻撃力アップでも全然 OK です。そのバージョンもね動画の後半の方でね試していきたいなと思います。でおすすめステージはやはりこの隠しステージのドキドキドキ、まあ、種族相性的にねこのパーリーコウモリが薄ら影なんで、まあ、この豪傑に対しては有利種族、まあ、それだけでねプラス 20% ですよ。で、まあ、ワンフィーバー入れて攻撃力アップをね重ね掛けして、まあ、フィーバータイム中にねこのパーリーコウモリ2回ぐらい打ってやると、まあ打てるだけ打てばいいんだけど、であとねスコアアップをね1体入れとくと OK です。これでね結構ねワイマネーが稼げるんですよ。まあワイマネーねたくさん持っててねいらないよっていう人はまああんまり関係ないのかもしれないけど、僕ワイマネーないんで、まああとね初心者の人とかねやっぱワイマネーいるよね。ワイマネーガチャを回すことでまあ、アイテムだとかね秘伝書がゲットできる、これはね非常に魅力的です。まあこんな感じでねこのパーリーコウモリのちょっとデカプにスタンバっておいて、まあ、攻撃力アップ重ね掛けします。今回ねちょっと3回重ね掛けしてね試してみます。そして、まあ、一応鉱物を与えておきましょうか。もしかしたら仲間になるかもしれないしね。そしてスコアアップかけます。まあこれもね何でもいいです。そしてまず1発目のパーリーコウモリ、そして2発目、まあ2発打ちが一番簡単かな。まあ3発打ちも頑張れば多分できるんだけど、まああんまり頑張ってもあれなんで、さあこれでですね結構ダメージ出てスコア出るよね。だから強キャラ持ってなくてもさ、ここでもいきなり6000ワイマネー以上稼げてしまうっていうね、地味に嬉しいよね。さあゲート行きましょうか。だから今回ね、まあ、あんまり注目されてないんだけど、このパーリーコウモリとかねキラマロとかね他のキャラもねうまく使えばちょっと攻略にね役立ちます。でこのつぼみの間のねレベル25もね結構クリアするのね苦労している人多いかと思います。ここはねやっぱこの時間ライダーをうまく使うといいと思います。時間ライダー今技レベル4なんだけどむっちゃ強いです。でですね、まああとはね同じポカポカ、これもね何でもいいと思います。適当なポカポカ HP 高めのねポカポカで埋めてやると、まあポカポカのね種族効果がつくんでよりダメージが出ると。で今回試しにですねこの百鬼姫クロミ入れてみたんだけど、これはね正直意味はありません。もしかしたらっていうかねコメント欄でもあったんだけど、時々反撃が来ない時があって、まあ、その時はね攻撃力アップが通るらしいんで、まあ、ちょっとねそれも試してみたいと思います。まあ通らなかったら意味ありません。ここでうわやっぱ反撃来るよね。反撃来ると攻撃力アップは無効になっちゃうんで全く意味ありません。だから普通にねお金ライダーをフィーバータイム中に2回打ってやる、まあそれがいいかなと思います。フィーバータイム中にねお金ライダー2回打てばそれだけで倒せます。いきましたね。なので
まあなかなかねこのレベル25がクリア難しいっていう人は、まあお金ライダーをねちょっと交換してですね、でフィーバータイム中にね2回打ちしてやる、これがいいんじゃないかと思います。もうそれも辛かったらこの反撃が来ない時のね、あの攻撃力アップが通るとこをついていく、まあそんな作戦もないことはないんだけど、なかなかね反撃来ます。なかなかね反撃が来ない時は来ない。さあそしてですね、ご褒美の間レアレベル7なんだけど、ここもさ意外とさ敵が強いよね。でまあいろんなやり方があってですね、まあ上級者の人でっていうかね、まあキャラが揃っていれば、まあ暴走エンマとかね使って、まあ初っ端のサブリの間にね必殺技を貯めて打ってやる、これが一番簡単なんだけど、やっぱキャラのさ入手の難易度が高いよね。暴走エンマとかさ暴走カエラそんな持ってね、まあそういう人多いと思います。ちょっとねそのバージョンね試していきます。だからキャラさえあれば、まあこのやり方が一番簡単なんだけど、まあなかなかねキャラの入手難易度が非常に高いと、230ポイント、まあでもご褒美のまあ Y ポイント稼げるんで、ここはね駆け抜けたいよね。こういう時はですね、やはりこの特殊能力持ちのねパーリーコウモリ、これがね結構使える。パーリーコウモリがですねこのご褒美の間でダメージアップとねダウン両方あるんで、まずねパーリーコウモリなしの場合は636ダメージがね3カウントごとに636なんだけど、ちょっとねパーリーコウモリ入れて試してみます。減るんですよ、これがね地味に嬉しい。これでダメージがですね減ります、445まで減ります。なのでまああとねこうあの回復系キャラをちょっとね入れてやると、まああまりね HP が減らずになんとかクリアできると。まあでも回復量とねこの電磁のダメージが同じぐらいなんで微妙だけどね、まあなるべく早くクリアしちゃった方がいいかもしれない。そしてこのコウモリ、コウモリ強いよね、ワンパンです、4万超えです。なのでまあ回復とかうまく使って、あとこの特殊能力持ちキャラのねパーリーコウモリ使っていくと、このご褒美の間もですねそんなに HP 減らずに駆け抜けることができる。このクリア報酬もね美味しいよね。さあ次はですねこのドキドキドキで、まあ超バフなしのバージョンね、まあパーリーコウモリ、これはねアタッカーとして使っていきます。そして攻撃力アップはねこの攻撃力アッププラスデカプニ、まあこのランじゃなくても何でもいいんだけど、まあ、あとこのカミナラスゴロ、攻撃力アッププラスフィーバー上昇率アップ、そしてフクロウ、攻撃力アッププラスデカプニを作る、まあだから薄ら影の適当な攻撃力アップと、まあ、あと持ってればフクロウとかねスコアアップ何でもいいんだけど入れてやると結構ね稼げると。でこの攻撃力アッププラスデカプニでねうまくこのパーリーコウモリ膨らましてやれば、フィーバータイム中にねこのコウモリをね2回3回ってねたくさん打てるんで、だから打てば打つほどスコアが伸びて、まあ、Y マネーも稼げると、なかなかいいよね。さあまずね技ゲージ食べていきます。だからまあこの攻撃力アップとかスコアアップキャラはねまあ適当に自分の持っているキャラでなるべく強いキャラで適当にやってやればねいいんじゃないかと思います。さあ止まりました。ちなみにこのカミナラスゴロセンターに配置すると音楽が変わります、それだけです。さあ攻撃力アップ、いい感じでこのコウモリが膨らんできたぞ。そしてまず1発目のコウモリで2発目、ちょっと3発は厳しいかな、2発打ちです。これでもね結構スコアが伸びて Y マネーがね稼げます、 4842 Y マネー、地味に嬉しいよね。
さあそれではですね、ちょっとご褒美の間、違うパーティーなんですけども、この回復プラス攻撃の複合技2体入れて、あとですね、この攻撃力アッププラスサボり、これをね使ってやっていきます。でこの間はですね、攻撃力アップが使えるんで、ここで攻撃力アップしてサボらせます。でこの回復プラスアタッカーでね打ち込んでいくと、だから攻撃力アップをうまく使うのもありだよね。でサボらせておくと結構時間あるんで、その間にねコウモリとかね貯めてね打っていく、まあこれもなかなかおすすめかなという気がします。まあイケメン魚持ってねえぜっていう場合は、まあ素早くつないでいけばね、まあなんとかなるでしょう。